2月9日天皇皇后両陛下がケニアのルト大統領夫妻をお迎えし、昼食会を催されました。この席に愛子さまも同席され、外国賓客との公式な昼食会に初めて出席されることとなりました。この一連の出来事は愛子さまにとって皇室の一員として公的な役割を果たす上で非常に重要なステップであると同時に、その存在意義を示す貴重な機会となりました。愛子さまの昼食会への参加は単なる公的行事の一環ではなく、よりリラックスした家族的な雰囲気を作り出し、参加者間の交流を促進する上で重要な役割を果たしています。